今ホワイトボードで嫌な音した。12月の9日の金曜日、デイビッドさん、フォレストコメントさん、ありがとうございます。おお、すごいね。沖田美希さん、月見バーガーさん、瀬戸内新川さん、羽生馬さん、イギータさん、さやちゃさん、リカさん、マッシュさん、ひろしさん、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、プロストコメントさん、イズデイビッドさん、そしてイコメさん、イズユズキチさん、ありがとうございます。ありがとう。おはよう、とうとう、ありがとうございます。イギタさん、100回目の訪問ありがとう。あ、福太郎さん、ファイトありがとうございます。達也さんもかわいい、ありがとう。アニさん、イエーイ、ありがとう。どうしたの、裏飯屋ってお化け屋敷。うん、怖い。うんうん、あ、確かにある意味ラッキーかもしれない。うん、今日ね、ちゃんと体を休めてね。おはよう。うん、いってらっしゃい、気をつけてね。バイチャラポン、 I love you。 かまちゃんさん、ありがとうございます。今日は落ち着いてます、髪の毛と私の顔が。うん、足の具合、足の具合どうなんだろう。なんかね、あんまもう痛みを感じなくなった。うん、あのちょっとまだね、怪我の具合見てない。うん、とりあえずなんかラップで、あのワセリンで、白ワセリンをあの引いて、怪我のところにちょっとピタッてして、その上からそうね、ティッシュとかガーゼでこう覆って、テープでこう貼って、でその上からなんかあの足用のネットの包帯みたいなのをかけました。結構いい感じ、今日のお目覚めは。だからね、この距離でも全然見える。タボさん、ハートたくさんありがとうございます。やべね、大変ありがとう、楽しかったです。おはよう。あ、た、あとりさん、 I love you、 ありがとうございます。おはよう。わしは寝る。あ、おやすみなさい。わらにも寝る。のびも寝たい。おやすみ。おはよう。うん、湿布系はね貼ってないね。なんかね、捻挫とかそういう感じじゃないから、なんか貼らなかった。うん、足首はね、そう、あまりすごいね、捻挫とかではなさそうだと。あんま今どこ腫れてる感じもしないしね、触れてもあんま痛くない感じだから、本当に良かったです。キノコの、キノコ科のパパさん、虹色の星ありがとうございます。ありがとう。早う。ねえ、早く治ってほしいですね。あとちょっとでね、なんかね、一つその怪我が縦長になってるんですよ。ガガって、その多分擦ったから、グーってガガガガって下に降りたから、ガガガガガってなってて、縦に入ってて、でそれまあ縦の下の方のここら辺は、足の甲の部分とかは治りそうなんだけど、足首の近いところにちょっと一つ怪我したなっていう感じのところがあって、あ、そこさえ治れば多分大丈夫なはずです。他はね、
まあ本当に少しで治りそうだから、今日治るかもしれん。そう、階段から落ちたのよ。うん、五感わかりやすい。よかったよかった。クルリンさん、初見さんですね。ナオピです、よろしくお願いします。13歳でぜひおいしてね。こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。おはようございます。12月18日までに6000人のフォロワーさん目指しております。フォローボタン押してね。おもちゃさん、二重の星ありがとう。ディビットさん、ハートありがとうございます。やっほー。うん、でもなんかね、もうね、階段から滑った時に、ああ終わったって思った。ああやば、ああ私終わったって。で必死に止めようとしたら、なんか残り数段だったから、幸い大きな怪我ではなかった。うん、あ、そうなんじゃん。私は大事にします。そうそうそう、ああ私弱ったと思って、階段滑ってあーってなった。で隣にね、友達が2人ぐらいいて、うん、大丈夫みたいな、すごい心配してくれて、一応ね大丈夫だったの。そう、なんかね、泣くほどの痛みではなくんだけどね、結構ね、あの床にねゴロゴロ立ってた。痛い痛い痛い。そう、なんかね、あのそこまでです大きな怪我ではなかったんだけど、あの一番衝撃的だったのはすねが超痛かったの。一番最初、足の甲よりもすねが超絶痛くて、痛い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 って転がり回ってた。で掃除の人に「ちょっとそこ邪魔」って言われて「ごめんね」って。ごめんなさい。しかも掃除の時間だったから本当にね、確かに邪魔なんですよ。なんか「いたたたた」って転がり込んで、これはねやられてもね。そう。ですね、私の綺麗な足ありがとう。いや、あのね、なんか同じクラスのね男子の子なんだけど、 あそこ邪魔って言われた。多分転んだの見てなかったんだと思う。あのそんな近くに行ってなくて、私が転がり込んでる時に来たから、なんかあそこ邪魔って何してんのみたいな。階段上がら落ちたんだよって友達が説明してくれて、そしたら「あ、そうなんだ、ごめんごめん」みたいな。そうそう、そんな会話をしました。おはよう。ね、しょうがないよね、だってさ急にさ転がり込んでたらさ怖いよね。あね、そうで、その保健室に連れて行くまでに時間がかかるのよ。なんでかっていうとね、先生が見つけてくれて、で他人の先生を呼んで、なんか怪我の症状を保健室で聞けばいいのにその場で聞くから、なんか早く怪我の処置をしてくれみたいな。そうそうそう、なんかあのなんでそこで話すんだろうみたいな。ちょっとねびっくりした。でその後に保健室行って、であの大体さ小学生まではさ、あのこうやって消毒をさ先生がやってくれるよ。でもね中学生になってね、今回初めて怪我したんですけど、ポン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 を自分でやるっぽいんよ。で、ね、これ全部自分でなんか消毒して、でその時はあんま血出てなくて、でなんか怪我に当たらないガーゼみたいなのをしてもらって、でその日はなんとか、うん、部活も過ごして、そっから家に帰ってきて、あちょっと血出てるねみたいな、あの一番上の足首に近いところだけちょっと血が出てました。ゲーマ現象ガッガッガッってなってこうなりましたみたいな。
おはよう、うん、大事にしますね。なんか今の目すごかったね。そう、なんかね、でもね、すねのところはやっぱりまだちょっと痛いかも。あのあざなので、あざになっちゃったからちょっとすねの部分は痛い。骨は折れてないから大丈夫そうだ。骨が折れてなければよしとしよう。おはよう。でね、なんかね、その場でね、どうする、松林杖にするみたいな、いやそこまでの怪我じゃないので大丈夫です。そう、頭ね、頭本当に強打しなくてよかったです。うん、本当にちょっと私の頭がね、これ以上打ってね、こうなんかね、良くなくなっちゃったらね、良くないからね。なんて読むんだ、社会訪問の方ありがとうございます。貞子さんかな、貞子、貞子からのひょいっと。はい、ありがとう。まことかな、まことさんありがとうございます。おはよう。ね、そう、なんか松葉整理するって言われて、そこまでの怪我じゃないから大丈夫です、お母さんにお迎えに来てもらうみたいな、いや歩けるので多分大丈夫ですみたいな。あよ、そうそうそう、なんかねちょっとね大事っぽくなってた。サダピ、サダピです。しんさん、いえ、ありがとうございます。たてやさん、二重の星ありがとう。そう、おはよう、にゃ、ちょっとね、なんかね、あの足、なんかね、すねのところが一番最初痛くて、そっから足の甲の方が立ち上がった時に痛く感じた。そう、あ、そうなのですね。50カードありがとうございます。うん、配信頑張るね、ありがとう、またね、ドロンドロン。シーさん、二重の星ありがとうございます。あ、カモフラグさん、クマさん、ありがとうございます。今日のね、朝ね、口並べをしました。今日の朝は口並べをしました。そう、なんかあれ、7時にならないとハートが全部回復しないことにやっと気がつきました。なんかもう回復してるもんだと思って始めたら、あれ、ハート減ってるよみたいなの思って、どうしてだろうと思ったら、7時になったら回復するっぽいです。なんということでしょう、ちょっとびっくりしました。よいしょ、おはよう。そう、今頃知りました。なんか、え、あ、そうなんだってちょっとびっくりした。おはようございます、皆さん、私へのエールちゃんと足りてますか、ツイッター、私へのエールはもうちゃんと届けてますか、ノアピン、よいしょ。あ、昨日待ってるよーっていう3期生さんへの、なんか待ってるよーっていうコメントが少ないかもしれない、ナピが先輩にっていうコメントが多いけど。うん、ちゃんとみんなやってるかい、ちゃんとコメントしてね。キザ三期生さんへの待ってるよコメント募集しております。待ってるよコメント、おはよう。あ、下心に変わってる。
やばい、このアバターね、面白い。真心のやつが私欲しい。一体どこのなの。ファイトさん、ケーキありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ケーキ大好き。クリスマスケーキね、美味しいよね、美味しいよね。私ね、チョコケーキとかね、あ、自分の誕生日はね、アイスケーキがね、毎年恒例でした。でも今年はね、誕生日プレゼントもね、アイスケーキもなかったの。家族からね、贈り物がね、なかったの。唯一あったとすれば、あの、なんかキャラクターなんだけど、タンタランタ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 ランタンタンタンってやつなんだけど、そのキャラクター、あの、なんかね、東京バナナの半月サンドっていう、なんかね、こういう感じのやつ、そう、こういう感じのやつで、なんかね、これをイモピからもらったんですよ。そう、8枚入りのね、これをイモピからもらったんですよ。皆さん聞いてください、イモピからあのもらって、あ、嬉しいと思って、あのなんか、あ、じゃあ今度食べようねって言ったのよ。でもそしたら、なんかつい最近、イモピがこれ食べたいのか、これ食べていいって言われて、でお母さんが、え、それのーぴちゃん、なーちゃんのなんかあれ、誕生日プレゼントじゃなかったみたいな、え、これみんなのだよって言い始めて、私の誕生日プレゼントどこ行ったみたいな、唯一の誕生日プレゼントだったのにそれがなくなったみたいな感じで、でなんかちょっとまだ開けてないんですけど、え、食べたいのかなと思って、あ、いいよって言って、なんか、あ、なくなった私のみたいな、みんなで食べるものだよみたいな顔されて、えみたいな、そんなのあげた記憶ないよみたいな感じで、すごいね、びっくりした。そう、みんなのになっちゃったの。そう、なんかね、あの、誕生日プレゼントをもらってすごいウキウキして、あ、食べたいな食べたいなと思ったら、なんか、え、これみんなのだよみたいな、え、ノアへのプレゼントじゃないよみたいな、ちょっとショック受けた。そう、まあでも、食べたそうにしてたし、じゃあいいよって言ったら、やっぱいらないみたいな、まだ食べてない。おはよう、T2 さん20の星ありがとうございます。この賞味期限、あ、1月ぐらいまでだ。試しに食べてみる。今日はね、家族ね、バタバタしてないです、のんびりしてる。よいしょ、お、切れたね。おはよう。パッケージが美味しそうなパッケージですね。あ、なんか縦長ですね、横長、なんかすごい横に長いよ、こんな感じ、横長です、すごく。あ、中にね、すごい大きく入ってる感じですね、開封の儀。うん、尊いからね。そうだね、芋ってね、可愛いよね。まだ赤ちゃんな感じがするよね。おはよう。でね、そうやってね、そのなんかね、語るとね、皆さんからね、いや、あなたも赤ちゃんでしょって言われるの。もうね、なんでってある。おはようね、美味しそう、パッケージだけでも美味しそう。では開封の儀をしていきたいと思います。開封していきます。じゃらら、じゃらら、じゃ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 
ドラえもん。バカにもの。すごい似てない？オリツさん、ハートありがとうございます。あ、すごいチョコバナナの匂いがするよ。ほら、なんかね、すごいなんかいい匂いです。いい匂い、あのチョコバナナの、あのね、東京バナナの匂いがする。チョコバナナのね、あ、本当、いや、ちゃんとね、すごい匂い感じる。うん、美味しそうな匂いですね。うん、美味しい。ではいただきます。今日の朝ごはんいただきます。まだ中身って出ない。うん、難しいね、この感想。ごめんなさい。美味しい。あ、美味しいです。美味しいんだけど、あ、多分ね、このね、せんべい？せんべいじゃないわ。なんか、このなんかチョコクリーム、チョコバナナクリームが入ってるんですけど、それが。多分ね、どっちともそのこのサンドのこれのねやつにあの匂いがついてて、あのなんかね、匂い、香りも楽しめるし味も結構楽しめる。でも最初の方はまだなんか出てこないから、なんか最初の方だけだと香りだけで楽しめる感じです。感想難しい。うん、食べてみる？こんな感じ。そんなに時間経ってる？ほんまや。ほんまや。マジか。ちょっとイヤホン、みんなに食べさせてる間にちょっとイヤホン、イヤホン。美味しかった？パリパリス、ね、そう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 。なんかバリバリの方かもしれん。なんかね、そうそうそう、パリポリバリポリみたいな感じ。パリポリバリポリみたいな。そうそうそう。これでさ、なんかさ、こういうさサクサク系だとさ ASMR しやすいよね。ね。まあまあ、なんかね、よいしょ、朝なのでこの曲ですね。今日夜配信できるかどうかちょっとわからないです。難しいかもしれん。今日ね、午後ね、予定があるんですよ。そう、ごめん。